今週は、うかいを紹介します。うかいとは、うという水鳥を使って、あゆという魚を取る方法です。1300年以上前から行われています。毎年5月11日より、日本で最も有名なうかいである長良川の漁が始まり、秋まで続きます。 木の船に昔風の服を着た漁師が乗ります。漁師は魚を取る訓練を受けた水鳥に紐をつけて川に泳がせます。船は夜手でこいで川に出てかがり火をつけます。そのかがり火に魚が驚いて 水面に出てきます。水鳥がその魚を見つけて飲み込もうとします。しかし、水鳥の喉には緩く紐が結ばれており、大きなサイズの魚は飲み込むことができません。小さな魚は食べることができます。漁師は船の上で その大きな魚を水鳥から吐き出させて魚を取ります。また多くの観光客がその昔ながらの漁の様子を見ようと集まってきます。水鳥を使って魚を取るって面白いですね。水鳥も その日の漁が終わると、バイト代として大きな魚をもらうそうです。